妹よ、我らには見守ることしか許されぬ。ゼパルさん、フルフルさん、どうしてこんな決闘を。こんなの恋の試練じゃない。やっぱりあなたたちは悪魔なんです。どちらかの恋人たちを破綻させて、それを見て喜びたいだけの悪魔なんです。静かに。恋人たちの邪魔になるわ。邪魔をしてるのはあなたたちじゃないですか。どちらかが倒れる。倒れた方の恋人たちが嘆き悲しむ。あなたたちさえいなければ誰も悲しまない。それは違う。僕たちがこの決闘を取り持たなかったら、二組はどちらも破綻したわ。これは必要な決闘なの。私は最初から納得できなかったんです。魔法の奇跡がなければ恋って成し遂げられないんですか。恋って、愛し合う二人さえいれば他に何もいらないんじゃないんですか。この決闘は無意味です。だからやめて。二人とも、シャノンもカノンも、あんなにも実の兄弟のように仲良しだったあなたたちが、どうして殺し合わなくちゃいけないの。私にはどうしてもわからない。そうだよ、よく気づいたね。それこそ愛の真実。何がですか。愛し合う二人以外に本来は何もいらないんだ。だからそれが二人でないとき、私たちは決闘でその数を二人にしなくてはならない。一人の女性を奪い合っての決闘ならまだわかります。愛し合ういびつな三人を二人にする決闘。しかし彼らは二人と二人、それぞれの世界はもう完成されてるじゃないですか。争わなければならない理由が何もない。世界を生み出す最小の人数は二人。二人が揃って初めて世界は生まれ、恋は成就される。だからこの決闘は必要なんだ。彼らがその人数を満たすために。家具は人間未満だから、一人を満たせないと言い出すんですか。正解だよ。家具は人間未満だから、家具と人間じゃ二人を満たせない。そんなのおかしいです。愛し合う二人の身分なんて関係ない。いいや、あるよ。本当に愛し合う二人の身分は関係ないの。妻を持つ男との恋は許されるの。夫を持つ女との恋は許されるの。親との恋は許されるの。子との恋は許されるの。恋の許されない身分なんていくらでもある。じゃあ家具って何なんですか。どうして家具は恋をしちゃいけないんですか。魂が一人に満たないから。シャノンもカノンも駒である君ももちろん、あなたたちはみんな家具。魂が一人分に満たないから人間以下。人を愛する資格はただ一つ、一人に満たす魂を持っていること。だから愛し合う二人は世界を生み出せる。例えば
妻を持つ男はもう一人の女を愛する資格を持つと思う？あるわけがない。二人の女を愛せばその愛情は一人分に満たない。そのような男に愛する資格はない。ね、人を愛する資格のない人間や身分なんていくらでもあるの。二人の愛の一切あれば関係ない。それは甘い愛の偽善。僕たちはね、恋をする資格を偽る人間を許さない。世界を生み出す最小人数を満たせない人間以下の存在の恋を許さない。僕たちの試練はそのためにある。罪深き魂たちに一人分の魂を取り戻させ本当の恋ができるようにするために。ゼパル様、フルフル様、僕たちの心の準備ができました。どうか決闘の合図をお願いします。見ているといいわ。愛し合う恋人たちのどちらかが破綻する決闘を。いいえ、これは破綻のための決闘じゃない。本当の恋を成就させるための決闘。私にはあなたたちの言っている意味がわからない。いいえ、わかりなさい。これは本当に人を愛することができる人間が誕生する瞬間。意味がわからない。どちらが勝とうともどうか祝福してあげて。今彼らの家具としての日々が終わる。合図は簡単。僕が1、2、3を数える。3と同時に決闘開始だ。承知してます。同じく。二人が共に弾を外したら一度中断。再び弾を与え、もう一度背中合わせからやり直し。決着がつくまで繰り返したら。ゼパル、この決闘を過去に何度も見てるのかい？もちろん何度も見てきたよ。大抵何度の打ち合いで決着がつく？ほとんどの場合弾丸一発で決着がつくよ。みんな随分と拳銃の腕がいいんだな。違うよ。片方が外せば残った方は悠々と追い詰めて撃つことができる。初弾をもし外したらまず勝ち目はないね。しかしぼんやりしていれば引き金も引けずに負けることになる。同じ負けるならせめて引き金を引いてから負けたい。いい覚悟だよ、二人とも。では、行くよ。2の。3。シャノンが倒れたのは銃声より早かった。うっ、
あの短気な姉さんが撃たないなんてね。私も意外だった。あの慎重なカノン君が振り向きざまなんてね。終わっちゃいない！
悲しまないで。私たちはすぐに黄金郷で会えるよ。僕たちはもっと早くこうするべきだったね。そうすれば再会しなくて済むのにね。いざこの決闘さえももはや今日という日の前にはただの茶番さ。そうだね。どうせ蘇る黄金郷の前には本当にただの茶番。じゃあ後ほど。うん、後ほど。さようなら。カノカ！おい、どうした？しっかりしろ！傷がないのに血が止まらない。カノンがしっかり。カノンが ヨシア君、うん、これで僕たちへの試練はもう十分かい？十分さ。おめでとう。残ったのは君たちだ。君たちを祝福するわ。でも忘れないで、愛を育むのがこれからのあなたたちの務め。この奇跡が生み出した恋の種をどうかしっかり育ててほしい。もちろんさ。彼女と君たちにかけて誓う。それでは魔法の奇跡をシャノンに。今こそ君の魂を人間に一人分に満たそう。集え満たぬ魂を一なる魂となりて愛を知りたまえ。
これはどういうことだ。負けたら消えるとは聞いていないぞ。カノンは死んだから消える。そしてベアトはバトラーを愛するために生まれたから、その資格を失って消える。これはとても公平。あなたが生き残ったなら他の二人が消え去ったのだから。我が妹よ、しっかりせよ。バトラーの密室を解き救うのではなかったのか。こんなところで果ててどうする。それでも一なるわらわの片割れか。バトラさんを好きになるなんて目的のために生まれたんですか。どうして私はバトラさんを好きなの。好きになる理由を実は知らないんです。はあ、こんな時に何を。だって私、生まれた時にバトラさんを愛しなさい、愛されなさいって、それが目的で生み出されて。だからどうしてバトラさんを私は好きなのかよく知らなくて。人を好きになるのに理由などいらぬわ。消えるな。そなたが消えたら誰がバトラを救う。我が妹よ、ベアト、ベアトリーチ。俺ってさ、家庭的なことか案外苦手なんだよな。この通りガサツな性格だろ。レディーファーストとか、女の子の前では礼儀正しくとか、そういうのはさっぱり苦手なんだよな。だから強いて好みはって言われると、そうだな、ジェシカみたいなタイプの女なら結構好きかもな。俺がガサツなように向こうもガサツがちょうどいいんだお互いよ、汚ねえ言葉遣いで気づかれなく、男女とか気にしないでバカがやれる、ラフな関係が理想かもな。だからもしも俺に彼女ができるとしたら、いつも俺がジェシカとバカやってるみたいにはちゃめちゃな関係がいいよな。あ、容姿の好み。別にそんなのは気にしねえけどよ。まあ洋画とかに出てくる金髪ボーイ、青目のグラマラスな彼女だったら最高だぜ。ちいちもませろーいってな。わっはThank you.
しやく。私たちは夢を見ているのか。ふざけろ、こりゃ何の冗談だよ。なんだ、南條先生を、南條先生を呼んできます。ゴーだ、もういい。それはつまり彼らの世界ではいないのと同じことだけれども、でもこうして僕たちはここにいる。そうですね、私たちはここにいる。僕たちには体なんて肉でできた檻でしかないのだから、悲しむ必要なんてない。でも気の毒ですね、ジェシカさん。だからこれが僕の罪なのさ。だから僕たちカグは恋をしてはいけなかったんだ。あなたはこれから姿を失っても、そして話しかけることができなくても、もしもジェシカが僕に語りかけてくれた時、その背中でそっとうなずくくらいのことしかできないけれど、だからそばにいることにする。良いことだと思います。君はどうする？パトラさんを密室から助けたいです。密室？どうして笑うんですか？私には大切なことなんです。だって密室なんて体のある人間たちの問題じゃないか。僕らはすでに肉の檻から解放された存在だよ。密室なんか僕たちの妨げになるものか。そんなのいいんですか？だってチェーンロックとかガムテープの封印とか赤き真実とか。そうか、君は駒の世界じゃなくてそれより上の世界の存在だったね。だから僕たちとは違う制約があるらしい。やれやれ。歯医者同士の仲さ。いいよ、僕が行ってきてあげるよ。僕がお屋敷の客室へ行って、バトラ様を外に出し、入れ替わりでチェーンをかけて、代わりにクローゼットに隠れる。それでいいかい？気持ちは嬉しいです。でも、カノンさんはいとこ部屋から出たくても、エリカさんの封印のせいで。君の魔法で僕に力を与えて。私の魔法で？うん、僕に魔法をかけて。そんな、私魔法の使い方なんて。君は黄金の魔女ベアトリーチェじゃないのかい？私は魔女ですけれど、その魔法どころか密室トリックもわからない
ただの。やれやれ。いいかい、ベアトリーチェ。一度しか教えないよ。魔女ってのはね。魔女ってのは？魔女ってのは、謎を解かされる側じゃない。謎を解かされる側じゃない。ああ、そうさ。どうして魔女が、誰かの謎で頭を抱えてるんだい。頭を抱えるのは、魔女の仕事じゃないだろう。じゃあ、魔女の仕事は？僕の知ってる黄金の魔女、ベアトリーチェという、とびっきりの魔法で、誰にもわからない難問を生み出して、獣に巻いて、嘲笑ってる奴を言うんだ。誰にもわからない最悪の謎を作って、徹底的に獣に巻いて、こき下ろしてやれ。相手に出された謎で頭を抱えるのはね、君じゃない。君の相手の仕事さ。悩むのは、私の相手の仕事。後ろ宮バトラーをどうやって密室から出すかを悩むんじゃない。チェーンロックの密室、バカバカしいね。なら君は、そんなのより、もっともっととびっきりの最高の密室を作ってやって、あいつらを悩ませてやろうじゃないか。僕も手を貸すよ。悩むのは、私じゃなくて。あいつらの方さ、地獄の悪魔もひれ伏して絶句する。最悪の密室トリックを無限に使いこなす。無限の魔女、ベアトリーチェの本当の恐ろしさを、そろそろ連中も思い出してもいい頃だ。バトラさんの密室より、最悪の密室。僕らは、それを手に入れてるじゃないか。最悪の密室。あともう一個。なんです？それ、密室の魔女の喋り方には、ふさわしくないな。やっぱり、私は。わらわでなくっちゃ。本当ですか？緊急。現在コーネリア補佐官が現場保全に向かいたる者なりや、エリカ卿にも中心すべきかと存じ上げ奉る。わかりました。ご中心申し上げます。ガートルードは式典警備長に連絡です。準戦闘配備業務ご歓談中失礼いたします。本式典警備長であります。え、私？なーに？なんかよ？だからはしゃぎすぎだって言ったのよ。さすがにシャンパンタワーでボーリングはやりすぎだわ。少し油を絞られてきなさい。ちょ、エルン、こら！もう何よ？私なんかした？受付に差出人不明のラムダベルト卿宛と記された封筒が届けられました。私、差出人不明は全部ポイッション主義なの。そんなの捨てちゃって。それがこれなのですが。何それ。これ届いたことは誰かに言った？いえ、受付の姉妹兵2名と私のみです。すでに観光令を与えました。
いかがしますか。狙撃班は赤色弾頭を携行しています。ご許可をいただければ装填命令を出します。何言ってんのよ。今日はどんだけ豪華な来賓が来てると思ってんの。万一参列者に流れ弾が当たったら、シエスタこの得体の新しい妹たちは向こう10年は工場から弾頭台に直行しなきゃなんないくらいの責任になるわよ。いるわけないでしょ。だって七クイはバトラの、そして今やエリカの家具じゃない。どうして味方に監視をつけちゃうの。とにかく警備を、まあそこそこにちゃちゃっと厳重にしなさい。先ほどガートルード上席補佐官より準戦闘配備勧告を受けました。理由は不明であります。ガートルードが韓国に従っちゃいなさい。パーティーは賑やかな方がいいってことでしょ。了解であります。 WO よりシエスタ17、シエスタ38、シエスタ45、コード R、 警戒発令、レベル2で待機を伝達。17コピー、38コピー、45了解。そこでコピーといえばかっこいいのに。あ、焦っちゃってつい。そうそう、45、ちょっとこっち来て。なんです。ちょっと任務中です。ダメ、耳をいじんないで。耳おっとくに。なんですって。冗談でしょ。ありえない。現在コーネリアを向かわせています。ベアトリーチェがここを襲撃する可能性が極めて大。披露宴を中断されて退避されることを進言いたします。どうしたのエリカ、何か余興に手違いでも。いえ、我が主、どうぞ引き続き披露宴をお楽しみください。あ、誰かベルンカステル君に梅干しワインのおかわりを。ルシネ、ゲストハウスで動きがあったそうよ。ゲストハウス？ゲーム版のことなんか今はくだらない話だわ。それが密室のいとこ部屋からカノン君が失踪したって。はあ？あんた分かってんの？いとこ部屋は扉も窓も完璧に封印されてる完全密室じゃない。失踪なんて不可能だわ。いや、私も裏を取ってきた。間違いない、カノンはいとこ部屋より姿を消している。いとこ部屋のどこかに隠れてるとか、あるいは最初からうまくごまかしてもともと部屋に入ってなかったとか。不可能だわ。いとこ部屋にはエリカ卿が読み上げた特定個人数名以外の全員が入ってることが保証されてるのよ。ごまかして逃れることは不可能だわ。どうやってユングフラウの封印結界を。いや、それよりカノンは一体どこへ。至急探しなさい。来たわね。 WO よりオールシエスタコード R 警戒。シエスタ17、電源系統回復はネガティブ。管理室スタッフとの通信が途絶中。オールシエスタコードレッドロックンロール。コピー。了解。あ、じゃなくてコピー。エリカ卿、控室へ退避を。ここは危険です。何が危険なんです。この世界の領主は私です。その私が何に怯えて逃げろと言うんです。ガートルード、要人警護結界準備。コーネリアを至急呼び戻すのです。近景対応中なり。結界？あんたらの無様でみっともない結界で婚礼衣装の私を包もうってんですか。なんたる侮辱。Yeah.
遅かったじゃないね、ラムダ。そうね、待ちくたびれちゃったわね。さっきのあれ、何？誰からのラブレター？ファンレターよ、ラムダちゃんファンクラブの。来たみたいね。カープ、あなたもう戻ってきていいんですか？私にほら、牢屋って意味ないし。確かに。でもリーチ、バトラの密室もいとこ部屋も、そして唯一可能性のあった隣部屋も全て封じられてしまった。どうやってバトラを救い出す気なの？お嬢様が何かのトリック X を用意できたと仮定しましょう。となれば、それをエリカ教に突きつけるべく乗り込んでくるは必至。しかし、この大勢のシエスタ兵たちが相手ではまさかこんなに隠れていたなんて。無理だわ、縫い殺されてしまう。エリカに一度だけ肉薄するチャンスがあれば、五分の勝負までは持ち込めるわ。なるほど、その手ですか。しかし、そのアイテムをお嬢様がお持ちだといいのですが。いつも面倒くさがって、いくらご用意しても嫌われていましたからな。やれやれ、最後まで世話の焼けるお嬢様だ。エリカに聞かなきゃそれまでだけどね。問題はたった一度でもいいからエリカの真正面まで行けるかだわ。シエスタたちはそれを断固阻止するはずよ。リーアならその時間をプレゼントできそうね。射殺せよ。ネガティブ、身元照合中。おや、これはこれは。てっきりご欠席かと思っていましたよ。さ
最高の来賓であるあなたがお越しにならないのでご心配申し上げておりましたとも。でもせめて披露宴には間に合ってよかった。お前は。待たせたな、フルドエリカ。祝福に来たぜ。ベアトリーチェ。地獄で会おうぜは、わらわの好む別れの挨拶言葉であるよ。身元確認、大ベアトリーチェ教徒確認。まさにここがそうだぜ、フルドエリカ。どなたかお医者様を。お嬢さん方が貧血のようだ。オールシエスタオープンファイヤー。ベアト、今です。お嬢様、これを。もらうぞ。邪魔者がいたか。再装填完了。データ要求に。射撃用レーダー補足。4インチまでデータリンク。
こしゃくな。エリカとの一騎打ちの貴重な時間を邪魔しよって。電子攻撃を避けていたウサギがいたなんて。まずあんなところに陣取られてはどうにもなりません。お気の毒に、ベアトリーチェ様。試練は過酷に。45追加弾倉。これこの2匹は抑えたけど、あと何秒？他のシエスタが再起動する。ガープか。ありがたい。オンに切る。リーアたちも褒めてあげて。ベアト頑張りなさい。しっかり。もう時間がありませんぞ。エリカ！緊急。これ以上の接近を許さないものと知りたまえ。そんな壁でわらわを止められると思うか！シエスタ再起動まであと何秒です。30秒ないです。あなたは主の命令ない限り動くことは許されません。主って誰よ。バカね。エリカのやつってことになってるでしょ。違うわよ。私たちの主はバトラ様だわ。そうだ。エリカはその代理に過ぎない。そうよ姉様。私たちは誰の家具。おいしすぎるわ。つまみ食いしちゃおう。誰の命令なりや、エリカ卿にその指示はなきなりと知りたまえ。あるわ。我らが主の命令よ。物言えぬ主に何を命令できるというなりや。物聞かずとも
それを察するが、家具の道と見つけたりなら、やるもなし。我が家具たち、遅いです。もはや時間切れです。ベアトリーチェ卿、シエスタ17よりオールシエスタへデータリンク。大天使衛星よりデータ入電。誘導方式氷結型概念誘導。シエスタ20再起動完了。シエスタ127再起動完了。タイムオーバーに、スコラメリーチェ、こうどけ、ドラノール・エーノックス。そなたの出番はない。あなたを否定する赤き真実、ベルンカステル卿より賜っています。ここがあなたの墓場となり、残念です。そなたとは後でたっぷりと遊んでやろうぞ。だが今はどけ。あなたの方です。出番を間違えた哀れな出演者があなたです。この得体は直ちに侵入者を射殺し立てまつれ。どうして誰も撃たないの？よく見なさいよ、あれ。ベアトがエリカに投げつけたあれよ。
分かってるわ、あいつ主役ってもんを本当によく分かってるわ。面白いじゃないですか。これは決闘の申し込みさ。手袋を拾えばそれを受け入れることを意味する。拾わなければシエスタたちが殺してくれるわ。拾う必要ないじゃない。拾わなくてもいいさ。でも決闘を逃げたおめえを僕らと三列の悪魔処刑は三回全てに知らしめるだろうね。恋の決闘を逃げた臆病者の名を永遠にね。拾わなければ私はこの衣装を汚すことなくあんたを殺してしまいますね。それも披露宴の余興には面白い。だがそなたは拾うさ。へえ、どうしてです？わらわがそなたにぴったりの最高の土産を持ってきたからだ。そなたはそれが知りたい。だから拾うさ。興味ないです。さようなら。拾うさ。わらわが持ってきたバトラの客室などくだらぬ。もっとシンプルで単純で絶対に解けぬ密室をそなたは聞きたいはずさ。絶対解けぬ密室。そなたはわらわの挑戦を受けたいはずさ。なぜならそなたは探偵だからだ。私は探偵です。あなたを私の対戦相手に認めます。ただあなたはこのゲームに登場する資格を、ロジックエラーは修正できたんでしょうね。その手袋を拾えばそなたとの戦いの中でそれが修正できたことを証明しようぞ。
お助けします。バトラ様、カノンです。どうかお気をしっかり。忍ばれました。ちょいと寝坊が過ぎたみてえだ。もうバトラ様を縛るものは何もありません。さあ早くお戻りください。でもよ、あのチェーンを開けるとまた鎖につながれちまう。大丈夫です。もうバトラ様を縛る鎖は存在しません。僕がここに残ります。何だって。僕は大丈夫です。何も心配することはありません。しかしバトラ様はまだやらなければならないことが終わりなのではないですか。俺は早くお戻りを。あなたの代わりに戦っている人がいる。そしてあなたの帰りを
待っている人がいる。あなたはまた帰らないのですか？本当にいいのか？はい、それでいいんです。これであの時の借りが返せるのですから。借り？俺、カノン君に何か？バトラ様の借りではありません。いいから言ってください。僕は借りを作らない主義なんです。さあ早く。あなたは今度こそ待たせてはいけないんです。だから早く。カノン君、俺もだぜ。何がですか？俺も借りを作らない男だぜ。この恩は必ず返す。それもすぐにだ。期待していいやら。さあ走って、あなたの愛する人のところへ。そしてどうかもう二度と迷わないで。これでチェーンロックをかけて。簡単な仕事だな。バラの手入れより簡単さ。別にいいさ、これで借りは返したよ、ベアトリーチェ。ジェシカが貸してくれた音楽テープ返してないや。いいよねジェシカ、あれ気に入ってたんだ。だからプレゼントにしてもらってもいいかな？ダビングして渡すから。ダメ。
フリントロック式ですか。また古風な。気にするな。悪魔というのは様式美にこだわるものでな。心配の必要はないわよ。あっさり勝ってまたリアは悪態の日々だわ。この勝負が終わりましたら、たまには有給を申請してみましょう。私、この戦いが終わったら、たまにはぶらりとカリブの方へ船旅にでも。この勝負が終わったらはやめとけって。決闘前に縁起でもないわ。ベアト、緊張感を持ってヘラヘラ笑ってる場合じゃありません。なんでリーチがリラックスしててリアが緊張してんのよ。もうベアトリーチ様、しっかり。くベアトリーチ様に不利な一騎打ちだ。どうして。本来魔女は手数で勝負できる。ところがゲームが中断されたため、手持ちはバトラ様の客室の謎くらいしかないのよ。エリカはその謎だけ青きくさびでうがてば、全ての謎を解明したことになってしまう。勝てるわよ、ベアトリッチェ様とバトラ様の。我らが二人の主を私は信じる。お呼びですか。ありがとう。ん、珍しく勝ちも負けも五分五分だと思ってます。だから先にお礼を言っときます。すべて職務です。感謝の必要はありません。あんたが前回のゲームの時、私がボロクソに負けたのにかばってくれた時嬉しかった。私、生まれてから誰かにかばわれたのってあれが初めてだった。我が主にさえ私はかばわれたことがない。私が主に与えられたのは、暴かれた真実には暴き返すことで自分の痛みを打ち消すという傷つけ合いの仕方だけでした。傲慢をお許しください。私は守らねばと思いました。あなたがどんなか弱い真実で生き、それをよりもっともらしい虚実の横暴で虐げられてきたか察した時、あなたを守りたいと思いました。ありがとう。短い間だったけど、あんたは最高のパートナーでした。これからもです。そうですね。あいつを倒したら、あんたと一緒にこの島でいっぱいミステリーを作りましょう。そしてそれをあんたに出題していじめて遊ぶ。どうです。気に入りました。あなたの挑戦楽しみにしています。あ、嘘ごめん、今の撤回です。こういうの負けフラグって言うんでしょ。さあ、いいかい、二人の決闘者たち。魔法の銃に込める弾は鉛じゃないわ。ミステリーとファンタジーのうがち合いは赤と青の真実を弾とするべきさ。互いに真実がある限り弾は無限。ただし一撃でも当たれば即死。両者覚悟はいいね。当然。無論栄光ある元老院の議員にして偉大なる絶対の魔女大ラムダデルタ卿おいでませ。何時この決闘の立ち会い人となることを誓うか。もちろんよ、誓うわ。ベアトリーチェより封書にて物語の修正書を受け取ったわ。審査の結果
内容は有効。ロジックエラーの回避を宣言するわ。チェーンロックはかかったまま、これまでの赤き真実に一切矛盾しない。よって本決闘は有効。決闘はたった一点。バトラの客室の密室をめぐって行われるわ。チェーンロックがかかった密室から後宮バトラは失踪した。これについてエリカは青き真実の争点を、ベアトリーチェは反論の赤き真実の争点を、決闘は決着がつくまで続けられるものとする。上等だ。上等です。 OK。それではベアト、あなたが修正した新しい物語と謎をエリカに提示して。密室のいとこ部屋よりカノンは魔法にて封印を破らずに脱出。密室にいたり魔法にてバトラを密室の外へ脱出させた。くだらない物語。結構。エリカ側、確認は？復唱要求。バトラを救出したのは間違いなくカノン本人である。受けようぞ。バトラを救出したのは間違いなくカノン本人である。復唱要求。バトラとカノンは別人である。受けようぞ。バトラとカノンは別人である。結構です。エリカ、確認は以上？今ので結構です。戦い方は決まりましたので。 OK。 両者は弾丸を装填なさい。
どうした暴発か。弾は慎重に込めぬとな。うるさいです。ちょっとしたミスです。隣部屋の窓、くだらん小細工で塞いだようだな。ガープに聞いたぞ。そうですか。それが何か。ドラノール、そのくだらぬ封印を解け。今やその封印は貴様らの枷である。エリカ卿、解いてください。あんにゃろう、後悔させてやります。準備はいいようだね。決闘者たち、よければ向き合って銃口を。そして真実の火種で着火。楽しませてもらうぞ。始めなさい。まずカノンがいかにしていとこ部屋の密室から脱出したか、それを弾丸とします。ほう、そちらから来るか。来るがよいぞ。存分に参ります。いとこ部屋は完全な密室が最後まで保証されています。よってカノンがこの部屋に本当にいたなら脱出は不可能です。つまりカノンは封印時にいとこ部屋にいなかったのです。カノンの名は仮のもの、本名は未だ不明です。彼の本名が仮に隣部屋の誰かと同じだったなら隣部屋の在室確認に矛盾しない。つまりいとこ部屋に収容されず隣部屋にいることができるということ。隣部屋は確かに封印されましたが、ロジックエラー時には扉のみしかその維持が証明されませんでした。よって窓の封印は破られた可能性があります。カノンは隣部屋に存在し、その窓から脱出したのです。以上。隣部屋にいたのは秀吉、ジョージ、熊沢、シャノン、南條、そして隣部屋の人数は5人で、この5つの名に該当する者以外は存在しない。全ての名は本人以外には名乗れない。
思えばそなたは前回の寝ぼけたわらわしか知らんのだったな。どうだエリカ、これが黄金の魔女のゲームだぜ。ここでカノンが部屋を抜け出したっていうのか。それよりどうして銃を弾くなんて甘い真似を。人間側は魔女の謎を全て打ち砕き、魔女側は人間側の推理を一つ打ち砕けばいい。これではアンフェアだろう。だからわらわも同じにすることにした。同じ？わらわもそなたの推理を全て打ち砕いて勝利することにした。カノン脱出の謎はわらわの勝ちだが、もう一つバトラに辛酸を舐めさせた最初の戦場に戻ろうぞ。エリカ、拾え銃を。この部屋をお前の棺桶にしてくれるわ。その言葉そっくりお返しします。私にチャンスを与えたことを後悔させてやります。立ち会い人よ、エリカに X を許す。 X？ 説明不要の根拠ね。で、何を許すの？エリカはカノンの密室脱出トリックの説明義務を負わずに、カノンをこの客室トリックをめぐる青き真実に組み入れることを許そうぞ。当然です。あんたはカノンがバトラを助けたことを赤き真実で保証してるんですから、そんなのもらえて当然です。
バトラ救出時、客室に入ったのはカノンのみである。認めようね。バトラ救出時、客室に入ったのはカノンのみである。そういう話のつもりだね。復唱要求。私の入室からロジックエラー時まで、私とバトラとカノン以外に入退室した者は存在しない。認めようね。そなたの入室からロジックエラー時まで、客室を出入りしたのはそなたとバトラとカノンのみ。復唱要求。それはすなわち3人のことである。認めよう。そなたとバトラとカノンで3人である。定義確認。この3人の定義は体の数に等しいと考えていい？3体が出入りをしたってことですよね。無論だ。3人すなわち3体が出入りした。そなたとカノンは入った。バトラは出たの。全ての名は本人以外に名乗れないこと、赤き真実ですでに語っている。よってエリカ、バトラ、カノンの名はいずれも本人にしか名乗れぬのだ。復唱要求。私は救出者ではない。当然だ。そなたは探偵ではないか。安心せよ。わらわはそれを尊重する。定義確認。救出者の定義とは。救出者とは、バトラの開けたチェーンロックを再びかけ直したものということにする。バトラを救う意思があったかどうかは問わないことにしておく。要求。出入りの定義とは、客室と外部の境界をまたいだかどうかである。認めよう。復唱要求。客室とはベッドルーム、バスルーム、クローゼット内の全てを含む。認めよう。クローゼット内を客室でないと言い逃れる気なのさらさらない。定義確認。客室内とはベッドルーム、バスルーム、クローゼット内の3区分である。わらわもその認識でいるぞ。そしてすでにそなたはベッドルーム、バスルームの2区分で誰も隠れていないことを赤き真実で確認したはずだ。復唱要求。クローゼット内には誰かがいる。拒否する。どうして。カノンがそこに隠れているからですか。カノンは魔法が使えるのだ。確かにクローゼットに一時姿を隠しはしたが、その後すぐに魔法で姿を消したのだ。だからクローゼット内には不在。よって復唱はできる。それの復唱を再要求します。バカ。魔女側には魔法で行ったことについて説明する義務はないわ。
見つけた。やっと見つけましたよ、あんたのトリック。真実は一つしか存在しないというおごりが、たった一つの真実を見つけただけで、それ以外の真実から私たちを盲目にしてしまう。ありがとう、ベアトリーチェさん。まさか魔女にこの世界の真理を教えられるとは思いませんでした。私の勝ちです。あなたのダブルチェック。見切りました。ならば、来るなよ。バトラの客室失踪トリックは、以下の通りです。バトラは、私の室内探索中、クローゼット内に隠れていました。そして、バスルームの騒ぎの間に、チェーンを外し、室外へ脱出しました。この時、廊下にはカノンが待機していました。カノンは入れ替わりで客室に入り、チェーンを施錠しました。これが、バトラ失踪のトリックです。そしてその後、彼は、ベッドルーム内に隠れました。私が、ベッドルームに不審者がいないことを確認した後のことですので、それは有効です。よって、救出者カノンは、ベッドルームに潜伏しています。ベッドルームにカノンは存在しない。
次が本命です。これが並び立つ真実を知り得た人間の答えです。どうやら幻想物語では第二の番までが終わってるみたいですし、ならば私が残りの番を遂行して黄金鏡への扉を開いてあげましょう。あなたが負けて消えるならば、それ黄金のバラに包まれてがふさわしい。デッドルームを否定したならば、もう逃げ場はここしかない。死ね、カノン。これが私の暴く真実です。以上。客室にカノンは存在しない。もちろんクローゼット、ベッドルーム、バスルーム、この全てにおいてである。カノンはバトラーを逃がし、クローゼットに隠れ、そして魔法にて消えた。それが魔女の真実。以上だ。勝負ありです。それ以上は。ベアトリーチェ！
ひべえトリックだ。こんなので通ると思ってんのか。こんなトリックじゃまた人間どもがこんなのミステリーじゃねえって騒ぎ出すぜ。いいえ、立派なトリックです。愛がない人には見えないです。バトラさん、バトラさん、ヘリコ卿、ヘリコ卿、誰か手当てを、早くです。第3度概念否定症存続系中和剤を不可、大至急の最短承認でのみ中和可能。駒の主に最短承認が必要なり。ベロンカステル卿、最短のご許可を。ベロンカステル卿、どちらに。式典警備隊に捜索要請。ベルンカステル卿を探したまえ。了解であります。オールシエスタ、データリンク、捜索体制。卑劣、主が駒の決闘を見届けないなんて卑劣が過ぎると知れ。彼女の高潔なる散り際をどうか語り継ぎたまえ。高潔悪役ってのはきっちり無様に散って主品を盛り上げなきゃですか。動いてはいけません。下がりなさい。下がれ。私は真実の魔女フルト・エリカ。真実の魔女とは真実に耐える魔女です。私はようやく自分の本当の真実を受け入れられそうなんです。ヘリカ卿、もう決闘は終わっています。終わってないんだ。死が二人を分かつまで誰にも彼女の散り際を汚せない。エリカ、復活おめでとうございます。あんた城南の層を持ってますよ。ろくな女に好かれやしない。そうだな、俺もろくな女に惚れねえな。ベアト、いいえ、あんたたちに頼みが。もう人たちを
望むのですか。エリカ、受けようぞ。そなたの高潔なる申し出を、断る無粋をわらわたちは持たぬ。ありがとう。もう決着してるのに、これ以上何の論点があるというのです。エリカ様、私はなぜ何の力にもなれずここに。見届けなさい。それが親友の仕事でしょ。最後に自己紹介しとこうと思いまして。ベアト、いいのか。はい、構いません。わかった。せめて最後の引き金は一緒に。わかってるぜ。バトラさん、会えてよかった。俺たちは永遠にずっと一緒だ。イチャイチャと見せつけてくれます。イラついてきてたんです。やっぱお涙で退場は私の好みじゃないです。やっぱ悪役は最後の最後までこういう面でなきゃ。いい面構えだぜ。お前との結婚生活もヘドが出るくらい楽しかったかもな。当然です。毎日のけぞらせまくってベアトさんなんか忘れさせてあげるくらいの快楽の世界に閉じ込めてあげたのに。お前ごとき小娘、バトラを虜にするにはまだ千年早いわ。ああ、あんたの顔もそれが一番キュートです。お互い最後はこういう顔がいいですよね。恋、これが探偵フルドエリカの最後の捨て台詞、そして自己紹介です。そして自己紹介です。探偵フルドエリカと申します。招かれざる客人ですがどうか歓迎を。我こそは来訪者ロッケン島の18人目の人間。申し訳ないが、どなたを迎えても。17人だ。奪い去る。